平野翔の母、里奈さんってどんな人驚きの若さ出産美貌の秘密に迫る。平野翔の母、里奈さんの壮絶な過去。シングルマザーとして二人の息子を育て上げた物語。平野翔さんといえば、王子様のようなルックスと抜群のダンススキル、そして彼の少し天然なキャラクターで多くの人々を魅了しているアイドルです。しかし、そんな彼の華やかな表舞台の裏には、 陰ながら支え続けてきた一人の存在がいます。それが彼の母親、平野里奈さんです。彼女の名前が明らかになったのは、かつて平野家にホームステイしていた外国人のブログからです。彼女は非常に若くして平野さんを産み、一人で家庭を支えながら二人の息子を育て上げました。その道のりは決して平坦ではなく、彼女がどれだけ苦労してきたかを知ると、平野翔さんの成功の陰には、 並々ならぬ母親の努力と愛情があったことがわかります。平野翔さんがまだ幼い頃、彼の両親は離婚し、母親は女手一つで彼と弟の利休さんを育ててきました。母親はエステティシャンとして働きながら、子供たちを養うために一生懸命働いていたといいます。しかし、過度な労働がたたり、彼女は健康を害してしまいました。平野翔さん自身もドキュメンタリー番組、ライド・オン・タイムで、 幼少期の思い出を振り返りながら、母親がいつも仕事に追われ、体調を崩していたことを涙ながらに語っていました。このエピソードだけでも、彼女がどれほどの犠牲を払いながら家庭を支えてきたかが垣間見えます。また、平野翔さんが以前出演したバラエティー番組、踊る。サンマゴテで、母親の年齢について触れた際、彼女が当時40歳であったことを明かしました。計算すると、 現在彼女は46歳。平野さんが27歳であることを考えると、彼女は19歳の若さで彼を出産したことになります。若くして母となり、一人で家庭を切り盛りする彼女の姿は、ただ単に子供を育てる母親の姿以上に、強さと決意を感じさせます。そして、彼女の美貌もまた、多くのファンの間で話題となっています。実際に、 平野翔さんがかつて女装した際に、その目元が母親にそっくりだと驚いたファンも多かったようです。さらには、母親と一緒に買い物をしていた際に、ファンが、平野翔が彼女と一緒に歩いている、と勘違いし、SNS で広まってしまったというエピソードまであります。これだけ聞いても、彼女がどれほど美しい女性であるかが伝わってきます。また、最近では、弟の利休さんが手掛けるアパレルブランド、 ルコリッキーのモデルが母親であるという噂も広まっています。公式に確認された情報ではありませんが、ブランド制作に母親が関わっていることから、その可能性は高いと言われています。母親としての強さ、美しさ、そして愛情は、平野翔さんや弟利休さんとのエピソードからも強く感じられます。例えば、平野翔さんは、幼少期から非常にやんちゃな性格で、 数々の怪我を経験ししてきました骨折はなんと7回にも及び、さらには階段から飛び降りて両足を捻挫したり、電柱にパンチをして自らを試したりと、危険な遊びが絶えなかったそうです。そんな息子を持つ母親は、きっと気を休める暇もなかったことでしょう。しかし、彼女はそんなやんちゃな息子にも変わらぬ愛情を注ぎ、彼の成長を支えてきたのです。また 平野翔さんが非常におしゃれである背景には、母親の影響があると言われています。彼は4歳という若さで髪を茶色に染めており、これもまた母親の美意識の高さが影響しているのでしょう。さらに、彼の幼少期の写真には、ヒョウ柄の服を着ている姿があり、これも母親が選んだものでした。平野翔さんだけでなく、妹さんも同じようにおしゃれな服を着せられていたことから、 母親がいかにファッションに対して情熱を持っていたかがわかります。さらに、母親は非常に厳しい一面も持っていたようです。平野翔さんが彼女を、おふくろうと呼んだ際には、掃除機を手に取って叱りつけたというエピソードもあります。これもまた、彼女が息子に対してしっかりとした礼儀や態度を求めていたことの表れかもしれません。そんな厳しい母親の下で育った彼は、 女性性を守れる強い男性に成長しましまた母親は平野翔さんに、勉強はできなくてもよい。ただし、礼儀正しく、女性を守れる男になりなさいと教えてきたそうです。そして、その教えを忠実に守り、彼は今や多くの人々に愛され、尊敬される存在となっています。しかし、母親の健康状態は決して良好ではありませんでした。2016年には、 彼女が脳腫瘍を患っていることが明らかになり、平野翔さんは舞台の仕事中にもかかわらず、母親のことを心配していたことを告白しています。彼は母親に付き添うことができず、その葛藤と苦しみを抱えながらも、ステージでのパフォーマンスを続けることを選びました。彼がその時間じた悔しさや不安は、彼の人間としての強さと、家族への深い愛情を物語っています。また、 彼の幼少期は貧しかったと言われています。彼のクリスマスプレゼントには、アクセサリーをお願いしたにもかかわらず、うまい棒50本が届いたという微笑ましいエピソードがあります。母親は高価なものを買う余裕がなかったかもしれませんが、そんな中でも息子たちに喜んでもらえるものを贈りたいという気持ちが伝わってきます。このように、物質的な豊かさには恵まれなかったかもしれませんが、彼の家庭には愛情と絆があふれていました。 また、平野翔さんがダンスを始めたのも、母親の支えがあったからこそです。彼は小学校1年生からダンスを始め、その後もバドミントンや英会話など、さまざまな習い事を経験しました。特にバドミントンでは、愛知県の大会で優勝するほどの実力を持っており、彼の多彩さは母親の努力の賜物です。経済的に厳しい状況でも、 彼女は息子たちに多くの経験をさせてあげようとしたのでしょう。そして、彼の名前、章もまた、母親が名付けたものです。彼女は、紫が好きだからといった単純な理由で名付けたと言われていますが、結果的にその名前は彼にとって非常に特別なものとなりました。スター性を感じさせるこの名前は、今では多くのファンに愛されています。最後に、 平野翔さんの母親がが再婚していいるという事実があります長らく母子家庭で育った平野さんですが、現在は新たな家族と共に過ごしています。再婚相手との間に23歳差の妹が生まれ、その妹は弟リキュさんのブランド、RKS リッキーのキッズモデルとしても活動しています。この再婚によって、彼の家族はさらに大きなものとなり、新たな絆が生まれています。このように、 平野翔さんの母親は、彼の人生において非常に重要な存在です。彼女の強さ、美しさ、そして無限の愛情が、彼の成功を支えてきました。そして、平野翔さん自身もたびたびインタビューや番組内で、母親への感謝の気持ちを口にしています。特に、彼がジャニーズに入るきっかけを作ってくれたのも母親です。彼がまだダンススクールに通っていた頃、 名古屋で行われたジャニーズのオーディションに参加するよう勧めたのが母親でした。彼はその時、ジャニーズに特に興味がなかったものの、母親の言葉を信じてオーディションに挑戦し、見事合格しました。この決断が彼の人生を大きく変える運命的な出来事となり、今の彼の活躍につながっているのです。また、平野翔さんが仕事に対して真摯な姿勢を見せる背景にも、母親から受けた教えがあります。 彼は常にファンに対して全力を尽くす姿勢を崩さず、その誠実さが多くの人に支持される理由の一つです。それは、彼が幼少期から母親の苦労を目の当たりにし、どれだけ頑張って働いても決して感謝されないこともあるという現実を知っていたからこそ、彼自身が感謝の気持ちを大切にしているのです。彼はファンだけでなく、仕事のスタッフや周囲の人々にも感謝の気持ちを忘れず、それが彼の人柄として表れています。 平野翔さんの母親は、彼の仕事やプライベートに対しても常に理解を示し、彼の意思を尊重してきました。ジャニーズ時代も、忙しいスケジュールの中で家族と過ごす時間が少なくなっても、彼女は決して彼を責めることなく、彼の成功を誰よりも喜んでくれたと言います。彼の母親が持つこの大きな愛情と理解は、彼が心の支えとしているものでもあります。さらに、 母親との絆が深いエピソードとして、彼が母親の誕生日にサプライズでプレゼントを贈った話も有名です。彼は自ら稼いだお金で母親に高価なバッグをプレゼントし、母親を感動させました。このような行動からも、彼がいかに母親を大切に思っているかが伝わってきます。そして、その絆は現在も変わることなく、彼の活躍を母親は陰で支え続けています。 平野翔さんの母親は、彼にとってただの親ではなく、人生の中での最大の理解者であり、支えであり、そして彼の成功の一部を担っている存在です。彼の幼少期からの苦労や、若くして母親となった彼女が家族を支えるために経験した数々の試練は、彼自身の強さや感謝の心を育む大きな要因となりました。彼女の献身的な愛情が、 彼の輝かしいキャリアの礎を築いたことは言うまでもありません。そして、彼の母親の存在が彼の生き方や仕事に与えた影響は、今後も彼の人生の中で重要な役割を果たしていくでしょう。これからも彼が多くの人々に感動を与え続ける限り、その背後には常に母親の存在があるのです。彼が母親から受け継いだ強さ、優しさ、そして感謝の心は、 ここれからも彼のの人生の中でで輝き続けることでしょう母親の存在が彼の中でどれほど大きいかを知ると、平野翔さんの魅力が一層深まります。彼の天然なキャラクターや華やかな舞台での姿の裏には、家庭での温かい愛情と支えがあることを知ることで、彼の人間性の深さがより一層浮かび上がってきます。そして、彼がこれからどんな新しいステージに進んでも、 彼の母親は変わらずその背中を押し続けることでしょう彼の未来には彼女の愛と支えがずっと寄り添っているのです